も皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は2月の4日です。はい、こちら久々に自分の動画を撮ってますね。はい、1月の22、23とネギビトカンパニーの会社に行ってきまして、私が所属する、出荷組合ゼロっていうのがあるんですけども、そこの仲間とね会って皆様方に動画の方ですねお見せしてきたわけなんですけども、参考になった、行ってよかったなって思える、そんな日でしたね。で、初めて会う方ばっかりだったんですけども、どこかねやっぱりインスタグラムであったりだとか SNS でね皆様方の方を見てたので、初めてじゃなんだけども初めてじゃないような、そんなね不思議な感じで2日間過ごさせていただきました。すぐにね打ち解けることも皆様方できましたんでね、はい、本当に楽しかったなというふうに思います。で、やっぱりね出荷組合ゼロって言って、ほらやっぱり清水さんの息がかかってるその組織だから、やっぱりみんなすごい知識なんだよね。私がこう質問とかねさせていただきながら、やっぱりディスカッションの方ですねさせていただいたんですけども、知らないことばっかりだったから本当にね参考になった、楽しかったなというふうに思います。ぜひね出荷組合ゼロのメンバーのインスタグラムとか載せておりますんで、よければねそちらで見ていただきたいなというふうに思います。はい、で今回の動画なんですけども、まあ長ネギの苗ですね、発芽後でだいたい30日くらいになってるから、今このね状態をお見せしてきて、こっからの管理っていうのをねお伝えしていきます。非常にこう気になるところだと思います。私ですと60日で仕上げて定植していきます。なので3月の1日ですね、こちらで定植していく苗なんですけども、こっからの管理をですね皆様との方でお伝えしていって、どういった水の管理、それからどういった追肥の方をですね、液肥の方をやっていくんですかっていうことをねお伝えしていきます。まあ良ければ最後まで見ていただいて参考にしていただけたらいいかなというふうに思います。まあ本当にね今の時期ですとちょっと寒いので伸びづらいのでね、まあいいんですけども、逆に今度日差しがこう出すぎて今日みたいにポカポカしているとやっぱりね伸びてしまいがちっていうこともありますので、そちらの方ですね皆様との方にお伝えしていきます。まずね苗の方からね近くで見ていってみましょう。では本日もどうぞよろしくお願いいたします。早速ね見ていってみましょう。発芽後30日だね。はい、こんな形でございますね。まあ順調だよね。非常にこう順調な滑り出しかなというふうに思っておりますね。一つの目安をちょっとねお見せしておきましょうかね。で、このビヨーンっていうのがあるでしょ。ビヨーンとしてるやつね、これが子葉のビヨーンなんだけども、これを本葉と言って、ここに新芽があるでしょ。この新芽、子葉を追い越すくらいからが、これねちょっとフェーズが変わってくるというふうに覚えてもらったらいいかなというふうに思います。これ去年もねお伝えしたかなというふうに思うんだけども、このあたりもそう分かりやすいね、子葉を追い越すみたいなねそんな形でございますんで、このあたりをちょっとね参考にしていってください。でちょっとね説明していきますね。こちらの苗ですね、30日過ぎてきたくらいで、まず子葉っていうのがねこう出てきてるじゃないですか。発芽したら子葉って言って、子供の葉っぱって書いて子葉って言って、でビヨーンってこうなってくるんだよね。子葉があってビヨーンってなってくる。で本葉っていうのがこうやって出てくるわけさね、こうやって出てきてビヨーンで本葉がこう出てきて、で大体その本葉と子葉がこう並んでくる時くらいっていうのが30日過ぎたくらいっていうふうに言われておりますね。まあやってれば大体そうなんだけど、まあこれは気温によってとかいろいろこう変わってくるかなというふうに思います。まあでも大体その生育適温でやってくれば、まあ大体30日くらいで子葉を本葉が追い越してくるっていう形なんだけどもね。で、このフェーズっていうのがその本葉が子葉のこうビヨーンを追い越したくらいから変わってくるよっていうふうにね認識していただければいいんだけども、このくらいになる頃からやっぱりね根っこっていうのはすごく張り出してきていて、で今これ浮かせたりとかしてるけども、やっぱり下からねちょっと見えてくるくらいにはなってくるんだよね。もうね根っこっていうのがそうなってくると、今度水もよく吸うようになってくるし、で天気もついてくるとやっぱりね乾きやすくなってくるから、で基本的に苗を水やるときは苗は乾かさないでおくっていうのがすごく大事ね。苗の状態で乾燥っていうか乾いた状態にしまうと、その根っこの球根の部分、成長点付近がやっぱり玉になってしまって、なんつうの、よりこう水をこう求めてこうぷくってこう膨れ上がっちゃうわけさ。そうなるとやっぱりねあんまりこういい苗とは言いづらい、からしっかりと水の方はやるっていう形だね。浅見てもらって乾いてるところだけに水をやるっていうのがすごく大事。根岸のねこだわり覆土っていうのが役に立ってくるわけさ。赤玉土だから、その僕のように浮かせて水がやっぱり切れやすくなってくるね。これからの時期ですとやっぱり切れてるところ切れてないところが非常にこう分かりやすい。で基本的に切れてるところ
ところっていうのはやっぱ縁だよねが乾きやすくなってくるんだよね。重点的にこう水の方をかけてあげるっていうのがすごく大事です。でその時に使うノズルっていうのがこれね、ロッキーってやつなんだけども、こっからこう空気吸って酸素を水に含ませてくれてファーってねこうかけてくれるやつなんだわ。すごく霧も細かくて酸素が含んでくれるので優しい水がかかるわけさ、これが、なので、まあ、水かける時も優しく水かけてねって感じ。赤ちゃんだから赤ちゃんにはきつくしないでしょ、赤ちゃんだから優しい水をさーってこうあげてあげる。で水の方も井戸水、私やるんだけども、井戸水よりは黒いタンクね、水を溜めておいて光を当てて温めておくんだよね。水の方のやるその管理っていうのもこれ結構ねやっぱり人によってほらかけ方で癖って出てくるでしょ、癖。なのでこの苗がさ一箱この一作であったら真ん中だけが盛り上がっちゃったりとか端だけが盛り上がっちゃったりだとか、そうやっていろいろこうあるから伸びてるところには水やらない、形かな。伸びてるところっていうのはやっぱ若干徒長してるっていう形になってくるから、で競争をつけずに一定で、ね、水の方をかけてあげて苗箱の中で競争させない、どれも一定の高さ、どれも一定の太さで作っていくっていうのがねすごく大事でございます。それをすることによって太さ、それから細さ、短さ、長さっていうのがばらつかないいいネギができてくるんだよね。でこれでばらついて細いネギと太いネギね、長いネギと短いネギ、苗の状態でこの辺りで競争がついてしまうと、もう小さいものは小さいものままだから、それからこう競争に勝つことはない、負けていって最終その S とか M とか、もしくは負けてしまってできないとか、そういった形にもなってくるから、なんで苗の段階で競争をつけないっていうのがすごく大事。ただでさえやっぱりね、私は 2.5 流それから3流っていうのをね、このチェーンポートでやるんだけども、やっぱり密植になるから競争しやすくなってくるんだよね。そういったものもやっぱりね、水のかけ方一つで変わってくるから、しっかりと水がないところに水をやるっていうのはね、それだけちょっと意識してほしいなというふうに思います。全体的にこうやってバーってかければいいってもんじゃないからさ、だからその時にこの覆土っていうのはね役に立つから、よかったらね、皆さんも根岸のこだわり覆土使ってみてください。はい、で次なんだけれども、そこのあなた高評価コメントもよろしくね。ここからは液肥についてお伝えしてきます。これもよく聞かれます、液肥も。液肥についてお答えしますと、基本的に窒素成分が入っているものはいらないです。追肥はしなくて大丈夫です。窒素成分はその培土に含まれている窒素のものだけで十分っていうね形です。私は根岸のこだわり培土って使うんだけども、一袋の中に600っていうね、30リッターの中に600だから培土によって違ってくるかと思うんだけども、45リットルもあれば50リットルとかもある、60リットルもあるかもわからないし、その中に窒素成分が例えば800とか1000とかさ1250とかいろいろあるわけじゃないですか。そういったものも含めていろいろこう皆様方計算してるとは思うんだけども、基本的には30リッターで600ミリっていうのが、私はそれで根岸のこだわり、このね培土使ってて思ったのはそんな形。まあ30リットルで600っての基準にしてもらって、それよりも量が多いとか少ないとかあると思うんだけどもさ、そういったものは計算してみてください。基本的に30リットルで600ミリの窒素が入っていれば十分ですよというような感じです。60日作るんであればね、60日で、苗を仕上げていくんであればそれで十分かなというふうに思います。なので窒素の追肥はしません。基本的に私ね、前まではペンタキープであったりだとかストラクチャーって言ってね、腐植酸のそのやつであったりだとか、そういったものをかけてましたけども、やっぱかけると伸びるんだよね。それはそうだよね。ずっと私言ってんだけども、窒素はアクセル、リンはブレーキっていうふうにね、覚えていただきたいなというふうに思います。で窒素やると伸びちゃうのさ。で、リンを与えるとブレーキかかってくる。なので、私が使う、こちらの追肥としましては、まあ、去年もお伝えしましたけども、アリン酸カリっていうのをね、追肥していきます。私が使っているものは、載せておきますけども、コスプラスっていうものをね、使っております。OAT アグリオだったかな。そのあたりのものだったと思いますけども、まあ、なんでもいいと思います。アリン酸カリ。基本的に好きなものを使っていただければいいのかなというふうには思いますね。各メーカーいっぱい出てるからね。ただちょっと高いから、値段とのバランス見てもらって、そこそこのものを使ってもらうのがいいのかなって気は してる、まあ、楽天とかそのあたりで買うとさ、非常にこう持ってきてくれるし、自分買いに行かなくて済むからさ、楽天すごく便利だよね。安いし、載せておきますんで、よかったら見てみてください。だいたい2万5000くらい俺の使ってるアリン酸カリ、ちょっと載せておきますから見てみてください。でもう一つホスマグってやつも使ってます。ホスマグ、ホスマグっていうのはアリン酸と
マグネシウムが入った資材なんだけれども、こちらも使ってますね。これは坂田かな。大体そうですね。私は5日に一遍そのホスプラス入れて、で、その5日後にホスマグ入れて、で、その5日後に、ホスプラス入れて、その5日後にホスマグとホスプラスを入れてみたいな感じで仕上げていくって感じかな、最後の方。それで大体ね、あと30日くらいを過ごしていくっていうような感じですね。追肥はまあこんなもん。うん、本当にそれだけかな。あと別に追肥の何もしないから。で、定食前にはね、ペンタキープとか、あとその去年もお伝えしましたけども、リーフエナジーとか使っていきますし、定食その日のドブ漬けではやっぱりね、極み液肥っていうのをね、使っているから、そのあたりもまた来たらね、お伝えしていこうかなというふうに思いますね。4月とか5月くらいの苗っていうか育苗になってくるとやっぱり伸びやすくなってくるから、よりねアリン酸っていうのが大事になってくるかなっていう気はしている。いつもだったら水の方は切らさないような管理でやっていくんだけども、アリン酸をかけますよっていうような日になったら、ちょっとその前の日は水の方は手加減するって形かな。なんていうか、いつも通りのやつじゃやらなくて、その半分くらいの水の加減でやっておいて、次の日にアリン酸をかけてあげる。なのでちょっと乾燥させたくらいでかけてあげると、非常にこうやっぱり吸うんだよね、アリン酸もね。うん、なのでそういったものを意識して、水の方と追肥の方はやっているというような感じかな。うん、今の私のやり方だとね。うん、で、まあ、寒くなってて、そうだな、白色疫病とかもちょっと出やすくなってくるから、まあ、出ないと思うけどね、普通の管理していれば。まあ、寒い時にちょっと湿度と、それで風が当たってしまったりとかすると、なりやすくなってくるから気をつけなきゃいけないんだけども、まあ、基本的にトンネルかけてて、適切なその空間適温でできていれば、白色疫病はまあ出ないんじゃないかなと思われるよ。うん。寒い時にちょっと乾燥させながらやってしまったりとかすると、またこう立ち枯れであったりとか、そういったものもやっぱりちょっと出やすくなってくるのかなって気がするんだけどもね。うん、これはちょっとまあその何つうの、育苗してる環境によってくるかなとも言えないところなんだけども、基本的に去年やってて私の場合は、うん、病気っていう病気ってなかったから大丈夫かなって気はしているよね。最後の、うん、ジュリボだけで十分かなって気はしておりますよ、私の場合はね。はい、な形でございます。まあ、よろしければ皆様とのね、参考にしていただければいいと思いますね。この商品というのはホスプラスとホスマグっていうのは載せておきますので、よければね、試してみていただきたいというふうに思っております。塩を本量が追い越したらね、まあ、ちょうど私のこの栽培のやり方ですと、うん、液肥ね、アリン酸のかけ頃かなっていう気はしている。うん、そんな形でございますね。まあ、参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい、私インスタグラムとツイッター X やっておりますんで、よろしければそちらの方のフォローもぜひねお願いいたします。それから皆様と本当にいつもご視聴、コメント、高評価、低評価、本当にありがとうございます。励みになっております。またこの動画良かった、楽しかった、また見たいよね、参考になったよっていうふうにね思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひねグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。いつも皆様とご視聴ありがとうございます。バイバイしたっけね。ご視聴ありがとうございました。